6月の25日に、乃木坂46 3期生の坂口珠美さんがファーストの写真集を発売するっていうのが発表されました。写真集のタイトルは青いバラということで、撮影場所は香港マカオとなっていますと。結構なんかあれですね、海外で撮影をされるメンバーがなんか昔に比べて少なくなってきたのかなというこの頃で、また香港マカオで、坂口さんが写真集撮影っていうのは結構あまたちょっとずつ昔みたいな感じで海外で写真集をね撮るメンバーも増えてくるのではと思っております。なかなかね写真集とかは最近買ったりはしてないかなと。昔は結構何人かまあ推しメンだったり、あとまあ推しメンじゃなくてもね、まあ普通に好きなメンバーとかの写真集とかを買ったりしてたんですけども、最近やっぱ自分自身買ってないですね。まあ坂口さんの写真集買うかどうかはちょっとわかんないですけども、一番最後に買ったのいつかな、誰のかな。桜坂の2期生の大園玲さんの写真集を持ってるんですよ。それが最後かなっていうくらい最近買ってないです。はい、それでは行きましょう。みっつぁん6回目のアンセムタイム。何週か前のみっつぁんのアンセムタイムのオープニングでもちょっと話したんですけども、まあ乃木坂46を卒業されたね高山一実さんのが原作のねトラペジウムが映画化されたということで、映画トラペジウム見に行きましたね。公開初日かな、多分確か初日だと思いますね。見に行きました。まあアイドルを目指す女の子が女子高生が、東西南北のね美少女たちを集めてアイドルグループを結成するデビューするっていうようなストーリーになってはいます。で、僕が高校3年かな2年かなくらいで3年かな、原作がね発売されて今もう30万部突破っていうくらい出版されてると。トラペジウム原作がで映画見でその原作が出た時もね買って読みました。ただね本当にもう6年とか前のなんで読んだのがちょっと内容あんまりなんか触りだけ覚えてて細かい描写とかねそういうのは覚えてなかったんですけども、面白かったですね。映画面白かったですね。トラペジウム本当しかもそんな長くなくて最近僕自身もね本当にてかもう昔からなんですけどもドラマとかそういう映画長時間もう見れなくなってしまって、もうなんか30分のドラマでもちょっと長いかなっていうくらいちょっとねあんま長編のね話が映画ドラマがね見れないっていうのがあったんですけども、トラペジウムは普通に見れました。まあもちろん映画館だったら普通に当然見れるんですけども、バラエティ番組ばっか見てるからですかね。ドラマとかをそんな見てない。こんなに坂道アイドルの話をしてますけども、メンバーが出てるドラマとかもあんまり追いかけられてはないかなと。ただ坂道が合同のねボーダレスアクトレス、このドラマはめちゃめちゃ面白いですよ。ドラマ嫌いというかドラマ苦手な僕でもめちゃめちゃ面白く見れましたから、ボーダレスアクトレス、これも原作があったりしてね、ただドラマめちゃめちゃ面白いんでねおすすめです。でまあちょっと話戻してトラペジウムアニメの映画なんですけども、声優としてね、高山一実さんと西野七瀬さん、
この2人が、ゲスト声優で、出てるっていうのもあるんですけども、まあ分かりましたねだっておじいさん役ですよ。いや、なんかそれこそね、アイドル、先輩アイドル役とかでね、高山さんとか西野さんとかが出てくれたらまたバシッとハマってたかもしれないですけど、おじいさん役なんでね、ああ西野七瀬だ、高山和美だっていう感じです。だからもしね、まだ見てない、見れてない方はね、本当本当見に行った方がいいと思いますよ。あ、これだって当時この原作書いてた時はまだ現役で高山一実さんは乃木坂46のメンバーだったので、現役のアイドルがこういうストーリーを書くのかっていう感じになる、なると思います。でしかも、あ、アイドルを経験してるからこういうストーリーとかこういう描写とかが書けるのかなとも思ったりもするので、やっぱりね、普通の人とかアイドルじゃない人からしたらわからないアイドルの苦労とかね、そういうのもこの映画を見てね、分かったりとか、見れたりすることができるのでね、トラペジウム映画まだまだ全然放映してる、すると思うので、もし時間ある方はね、見に行ってください。おすすめです。ということで、トラペジウムの収録曲です、方位地震。まあ本当にバラエティ番組ばっか見てるので、テレビ、映画、そもそも映画館に行ったのも本当に久しぶりで、多分ね、前回のゴジラ対コングを映画館で見に行きました。映画館で見ました。今もやってるじゃないですか、ゴジラコング。それの一個前のゴジラ対コングを、あれは何年前だ、でもそんな昔でもないと思うんですけども、そんな短い期間でゴジラ対コングやってないですもんねあれだよな、3年前4年前とかか。それ以降の映画、それ以来の映画館ですね。でそもそもそのゴジラ対、前回見たゴジラ対コングも久しぶりに映画館で見に行ったっていうくらい、映画館で映画を見るっていうのは久しぶりでしたね。でもあれなんですね、映画見る前の映画泥棒の CM とかって変わんないんですね本当にだってこの前見た時もこれ同じのやってたよなっていう、なかなかね、今ああいう映画泥棒、ああいうカメラで盗撮しないですよね、映画ってでもまあずっと映画泥棒は映画泥棒ですね。でテレビも、例えば金曜ロードショーとかでやってたりするじゃないですか、映画で。それもなんか見ようとは思うんですけども、途中離脱が割と多い。まあなんだろうな、金曜ロードショー、ジブリとかハリーポッターとかはそれはもちろん当然全部見ますよ。ただそのこの前金曜ロードショーでやってた耳をすませば実写、あれはちょっと途中離脱しちゃいましたね。なんかあれは実際ジブリの耳をすませばの続編っていう設定なんですけど、なんか違いましたねなんかあれって、結構ジブリの方のね、耳をすませばは好きだったんで、あれなんで、あれバイオリンの奏者になったのみたいな、設定ちょっと違くないかみたいな、なんかカントリーロードも歌わないし、ちょっと翼をくださいになってましたし、こんなストーリーやったっけなーって思いながら見てたら途中でやめてしまいました
まあ、ジブリはね、僕は個人的には猫の恩返しが一番好きで、それも最近やってたりしててね、まあそれは猫の恩返しは見ましたよ、最初から最後まで全部。僕は、金曜ロードショーはね、猫の恩返しとカリオストロは必ずやってたら見るので、うん、毎週金曜日23時30分から15分間みっつぁんのアンセムタイムがお送りしています。来週のこの時間もぜひ聞いてください。 X インスタグラムのアカウントもあるのでフォローぜひお願いします。それではまた来週。